こちらは、えー、ソニーのですね、Xperia XZ1 コンパクトなんですね、えー。これはドコモで購入したものなんですね。えー、それを現在はですね、えー、今新しいスマホを使っているので、シ、え、ム、ー、ロックの方を、えー、解除しまして、えー、今ですね、えー、楽天モバイルのシムを入れて、えー、使っています。 で、えー、最近ですねソフトウェアの更新のお知らせが、えー、来るんですが、えー、このエクスペリア XZ1 コンパクトはですねドコモ回線の SIM でないと、えー、更新ができないんですね、えー、そこで、えー、調べたところですね、えー、ソニーの方からエクスペリアコンパニオン というですね、えー、PC 用 Windows 用の Mac 用もあるんですが、えー、ソフトウェアが出ていてそこから更新ができるということなので、えー、今日はそれをこれからやってみたいと思います。<music> ネット上でエクスペリアコンパニオンで、えー、これですね検索をかけます使っているブラウザは Chrome です Google Chrome ですね一番上にヒットしたエクスペリアコンパニオンこちらの方を開きますそうするとですね Windows 用と Mac 用これですね え、二つがあるので、Windows 用ここではダウンロードします。このダウンロードをクリックしても、実はダウンロード始まらないんですね。これを右クリックして、リンク先を保存。こうかけて保存ですね。今デスクトップに保存をしています。こうすると、ここに警告が出てくるんですね。ダウンロードできません。この矢印をクリックして、継続をクリックすると、 ダウンロードすることができます Chrome 上では怪しいファイルという風に認識されているようですダウンロードした x p e r i a c o m p a n i o n e x e をダブルクリックしてインストールします、えー、同意してインストールですねこれでしばらく待ちますと、えー、インストールは自動的に終わります これでインストール完了してきちんとですねエクスペリアコンパニオンが動きましたそれではこのですねエクスペリア XZ1 コンパクトの方をパソコンの方にですね えー、つなぎます。えー、USB ケーブルですね。Type-C のもので、つなぎます。えー、ここの方ですね。接続します。するとですね、えー、パソコンの方、先ほど入れた、x p e r i a Companion の方が起動します。で、今これですね、え、アクセスが、え、必要ということで、 えー、データアクセスを許可ということで、えー、こちらの方ですね、えー。スマホの画面の方に拒否と許可って出てるので、こちらの方、許可の方をタップして許可します。そうするとですね、えー、コンパニオンの方エ、えー、エクスペリアコンパニオンの方ですね、えー ソニーエクスペリア XZ1 コンパクトという風うに型番が出てきて、エクスペリアを管理というところに出てきます。そうすると、ここにソフトウェアの更新というのがあるんですね。その他にソフトウェアの修復、バックアップ、復元、エクスペリアトランスファー、メディアを管理ということで音楽を転送、ファイルを閲覧というのもあります。 今ここでやりたいのはソフトウェア更新ですね。こちらの方をクリックします。そうするとここにですね、えー、機器は最新の状態ですと、えー。お使いのエクスペリアはすでに利用可能な最新の、えー、システム、ソフトウェアで動作していますというふうにここが出てきたので、えー、こちらの方はですね、えー、行う必要がないということなんですね。 えー、そしたら、こちらの方を、接続を解除します。